暮らしとコーヒーの動画。はい、こんにちは。こんにちは。暮らしとコーヒーの動画です。はい。今日は緊急で動画を回しています。はい。なんでかっていうと、この因縁のコマンダンテちゃんですね。まあ因縁って言っちゃあれだけど、覚えてますコマンダンテ。はい。触ってますコマンダンテ。触ってない。夏美店長触ってない。あのコマンダンテがどうしてもね、毛が大きいから、ちょっとね、はい、握りづらいんですよね。うん。というね、コマンダンテちゃんなんですけど、もう一回夏美店長にコマンダンテに興味を持ってもらおうっていうのが今日のテーマです。はい、はい、コマンダンテにしかないパーツがあります。うん、急遽届いたんですけど、これもね、なかなか手に入らないですよ今。うーん、レッドクリックス。これはガンダムでいうところのアムロ・レイのお父さん、テム・レイっていうね、天才科学者がいるんですよ、ガンダム作った人。はいはい、あの酸素欠乏症で精神に異常をきたしてしまうんですけど、うん、でそれがね、アムロに久しぶりに会った時にね、はい、アムロよっつって、この回路をガンダムの記憶回路に組み込めっつって、ガンダムの性能が数倍に跳ね上がるぞっつって、それを受け取ったアムロを覚えてますか？覚えてない。覚えてない。見たでしょ、ファースト。見た。はい、あの投げ捨てるんですよ、こんなものっつって。あのすごい旧式の回路で、はい、全然ダメだったっつって。でこのレッドクリックスが実際に数倍と言わないですけど、この性能を上げるのかどうか、うん、噂によると2倍になるらしいです。うん、っていうところを今から検証していきたいと思います。はい、でこれをまず夏美店長に解剖してもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。暮らしとコーヒーの動画。はい、では夏美店長、開封をお願いします。はい、はい、コマンダンテらしい非常にシンプルな段ボールですね。この字のフォントとかがコマンダンテって感じよね。ドイツです。開けてください。はい、はい、まず何が入ってますか？はい、レッドクリックス。そのドクロのマークやばくない？なん重要なんだって。多分英語とドイツ語で書いてある。裏面ドイツ語。おお、本当だ。夏美さんドイツ語読めるんですよね。読めない読めない。出てきました。はい、バネ。はい、バネとワッシャー。何？あ、それがレッドクリックス本体です。へー、ちょっとよく見せてください。シャフト。はい、はい、レッドクリックス本体ですね。はい、はい、とこいつ、はい、レッドクリックスのようなあの下のねじるとこあるでしょ、あれが赤いんですよ。へー、レッドクリックスに変えましたよっていう証拠です。あー、マウント取れるところですよ、コマンダンテ同士で。俺レッドクリックスだけどみたいな。と、あとそれ滑り止めのおまけパーツですね。必要だよね。はい、じゃあ全部出した状態で、あ、はい、プーンをお願いしたいんですが、こんなものって言います？言わないですね。プーンでお願いします。せーの、プーン。はい、ということで開封が終わりましたが、はい、このレッドクリックスおいくらだと思いますか？コマンダンテの性能を倍にします。これ？本体、うん、それだけです。500円。どう思いますか？500円でしょ。コマンダンテですよ。いや、1000円。正解言っていいですか？はい。6000円です。はい。何かを押し殺している。これは6000円のパーツです。はい。で、今からこれを乾燥していきたいと思います。何に6000円？これ6000円？それ6000円です。これ高い？わかんない。6000円です。はい、じゃあちょっと6000の理由を横で説明しますね。はい、暮らしとコーヒーの動画。6000円もするんですけど。半切れじゃないですか。はい、6000円しますね。はい、はい、これを買った理由は何ですか？はい、これはね、6000円するんですよ。6000円は僕は納得してます。うーん、なんでかっていうと、うん、引き目がね、うん、倍になるんです。だから今まで例えば10段だったとしたら、うん、このレッドクリックスを組み込むと20になります。うん、引き目の調整が。だから、例えば9と10の間で欲しい引き目があったとする。9はちょっと細かくて10は粗いんだよなみたいな、あるじゃないですか。この間があったらいいのにみたいな。そうなんですか？あるんですよ。へー、結構ね、1個の調整でもっと細かく冷たいみたいな。それはコマンダンテに限って言えること？いや、いろんなミルでもやっぱり1個の段階調整っていろんなミルで設定されてるんですけど、中にはやっぱすごく追求される人って、この間が欲しいっていうことが往々にしてあるんですよ。うん、で、このコマンダンテのレッドクリックスはここのギザギザですね。おー、このギザギザが倍あるんですよ。だから2倍にできると
ていうもので6000円で性能が倍になるんだったら僕はありじゃないかなっていうふうに思って買っちゃいました。はい。でこれ結構前に出てるんですけどやってる方少なくて乾燥するのも僕全然やり方分かんなかったからこういう信頼できるコーヒー侍ってご存知ですか？はい、はい、あのコーヒー侍というね日本のね伝説の YouTuber がいますよ。彼の動画を見ると2年前に乾燥する動画が出てて、うん、組み替えて倍になりますよっていう道具屋さんらしいレビューをしてるので僕らは実際に味がどう変わるのかっていうところまで見ていきたいと。レッドクリックのワンクリックでどれぐらい味が変わるのかっていうのを引き目の 0.5 違いで見ていきたいと思います。はい、はい、まずは乾燥からしていきます。暮らしとコーヒーの動画。はい、ではまず分解からしていきましょう。こちらのコマンダンテのマーク3ですね、 C40 マーク3を今から分解していってレッドクリックスに乾燥する準備をしていきます。まずこちらの底のパーツですね、こちらをぐるぐるっと開けていきます。はい、で調整パーツが外れます。で次刃ですね、刃が外れます。そうしたら押さえながらひっくり返して上を開けていきます。するとそこからこのワッシャーですね、そこにワッシャーがついてるのでこれを落とさないように注意してください。ワッシャーが外れました。であとはこの上からこの棒を引き抜く、結構ねしっかり入ってるんで引き抜いてください。するとまたワッシャーと棒が外れます。はい、でこれで分解完了ですね。まず本体の棒とワッシャーが2つ、それから刃と調整パーツです。でこのバネも外れますね、バネも外しておいてください。はい、これでコマンダンテの分解は完了です。はい、では分解が完了しました。それぞれのパーツを見ていきましょう。これがヘッドクリックスの棒の部分ですね。ちょっとインサートでも出しときますけどやっぱりここの部分の細かさがかなりこっちはみっちりついててこっちは少し粗めについてるなという印象です。ここの部分が6000円の差になってくるのと、あと、こちらの調整ネジですね、調整ネジのパーツは全く色が違うだけで一緒です。あとついてたワッシャーに関しても同じワッシャーですね。でこのバネなんですけどバネ自体をこう触ってみても感触とか素材感とかあと巻いてる数に関しても全く一緒なので組み替えても組み替えなくてもどちらでもいけます。まあ、予備パーツができたぐらいに考えておいたらいいかなと思います。では実際に組んでいきましょう。コマンダンテ本体にまずワッシャーを入れて、でそれからこちらのレッドクリック本体ですね、このレッドクリック本体を入れていきます。はい、入ってきました。こうですね、下にもワッシャーを入れて、でそれから刃をセットします。で蓋をセットして押さえつけながらぐるぐると回していきます。カチ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 言いますね最後で。ゼロポイントなんですけどこれはまだゼロになってないですね。完全に締め切ったところじゃなくてハンドルが自重で落下しないところというのがゼロポイントになります。お、これまだ落ちますよね。でこれで1個締めるともうどっちにも落ちない、ここがゼロです。これ以上締めることもできるんですけどこの自重で落ちなくなった場所をゼロっていう風に公式では発表してますので、これをゼロとしてクラシとコーヒーでも換算していきます。これでレッドクリックスへの乾燥は終了です。コマンダンテからグラインドの基準っていうのが出てまして、通常のものだと24クリックで出荷されています。この24クリックっていうのがペーパーフィルターにちょうどいいぐらいという風な設定になっていますので、それに該当する部分レッドクリックだと倍ですね、48っていうのがコマンダンテと同じ引き目、24と同じ引き目になりますので今からそちらに調整していきます。この0ポイントから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,46,47,48、はい、これで48クリックになりました。まずこちらで引いていきましょう。
暮らしとコーヒーの動画。では今 20g の甘みのブラジルを入れました。これで引いていきたいと思います。ついでにタイムを取っていきましょう。では引いていきます。こちら引き心地に関しては通常のコマンダンテと変わらないですね。そんなに重くなったとも軽くなったとも感じないぐらいです。まあ、引き目が変わるだけなので実際にここにかかるプカプカっていうのは変わってこないっていうのがこれで分かりましたね。最後の一粒が残ったかな。はいはい、引き終わりました。コマンダンテで 20g のブラジルチューブ化入りですねを引くのに58秒68かかりました。では引き目を変えて49を引いていきたいと思います。はい、では続きまして49クリックを引いていきたいと思います。はい、引き終わりました。さっきと同等のタイムですね。1分ぐらいです。はい、では次もう一つ粗い引き目で引いていきましょう。これで純正のコマンダンテの一目盛りの差になってきます。では最後ですね、50目盛りです。これで48が標準の24相当、それと49、これがレッドクリックスでしか出せないところですね。でこの50クリックというのは標準の25クリック相当ということになります。では50クリックを引いていきましょう。あ、やっぱ軽いですね。2段階上がると軽さが変わってきます。はい、引き終わりました。55秒、やっぱ軽い分少し早いですね。粗くなるにつれて少し早くなっていく傾向があります。ではこれからドリップをして飲み比べをしていきたいと思います。はい、では抽出をしていきます。レシピはこんな感じ、全部同じ温度ですね。でクリック数だけ違うようにして同じように落としていきます。いきます。真ん中を取って小さく一周、大きく一周、三周、はい、また真ん中を取って小さく一周、大きく一周、三周、はい、で真ん中を取って小さく一周、大きく一周、はい、完了です。細かい方から3分18秒で3分16秒で最後は3分12秒と、やはり粗くなっている分抽出する速度は速くなっています。順当に速くなっている感じですね。では味の違いを確認していきましょう。暮らしとコーヒーの動画、はい、抽出完了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね、この漢字見てもらっても分かると思うんですけど、あれ完全に夜の撮影なんですよね。僕はものすっごく軽い気持ちで今回撮影を始めました。本当はね、レッドクリックスこうやって交換するんだよっていうだけの動画だったんですよ。だから1分で下手しい終わる感じで作ったけど、気になることが次々出てきて、結果夏美店長引き出し、こう飲み比べまで行ってるんですけど、大変です。で、今どういう3杯が揃ってるかっていうのを説明させてもらいますね、うん、工場出荷時が24クリックなんですよ。はい。で、24クリックっていうのはレッドクリック、うん、レッドクリックでは倍の48クリックになるんですね、うん、これが48クリック。コマンダンテがペーパードリップするならこんなところでしょっていうところがこの48クリックです。で、この49クリック、これがレッドクリックじゃないと出せないところ。で、これが50クリック。純正でいうところの25クリックですね。わかります？だから、これとこれは純正で出せるんですよ。
で、レッドクリックスでしか出せない味がここです、っていう3つのコーヒー、甘みのブラジルを飲み比べして味がどれぐらい違うのかっていうのを今から確認していきたいと思います。48回出ました。イエス。大変なところとしては回す回数が増えると、通常は24クリップ。あ、そう、通常でも多いんやけど、さらに細かくなってるから48回回さないといけない。はい、コマンダンテは何クリックまでいけるの？こんな感じまでいきます。結構いけるんですよ、これで中間ぐらいなんで、多分めちゃくちゃクリック数がレッドクリックスによって増えています。必要を今から確認しようと思います。はい、はい、では飲み比べをしていきましょう。はい、じゃあ25クリック粗い方からいってみたいと思います。いただきます。次が49クリック。じゃあ夏美店長、この3つを飲み比べて、はい、どうでしたか？もう今日このカメラです全然違う。あ、これは全然違ういただけるんですね。はい、はい、で、もっと細かく聞いていきますね。はい、50クリックと48クリック、はいはい、これの全然違う具合をお願いします。おお、全然違う。なるほど、はい、じゃあ50クリックと49クリック、はい、この違いをあのカメラにお願いします。全然違う。あ、もうわかる。いや、うちの視聴者さんたちはこれがバロメーターになってるんで、夏美店長のこれがバロメーターなんで、伝わったかなと思います。はい、僕も同じ感想です。この50クリックと48クリック、ここ全然違いますよね、本当にね、はい、明確に違いがあります、で、苦くなるんじゃなくて味が濃くなってる感じ、苦味じゃなくてそのコーヒー本来の味が濃くなってる感じ、っていうのがこの50クリックと48クリックの違いとしてあります。はい、はい、じゃあ続いて50クリックと49クリックの違いを夏美店長お願いします。ちょっと違う50クリックに比べたらやっぱり味が濃くなってるなっていう感じ、でもそれよりも48の方がもっと味が出てる。うん、これは僕6000円の価値あると思いますよ、うん、この差が出せるんであれば、うん、で、これが各段階ごとにできるんで、エスプレッソの人とかは結構役立つんで、まあ、引くのめっちゃ大変です、正直で、あの、僕らがよく使ってる C2、より引くのがやっぱりちょっと時間かかるんですよ、1分ぐらい 20g 引くのにかかるんで、10秒20秒違ってくるんですよね、で、ちょっと握るの大変なんで、ただでさえ少し大変っていうのはコマンダンテは正直あります、でもさらにエスプレッソになるともっと大変ということが、でもこの 0.5 クリックのはすごく有効的だなって僕は思いました。もともとの値段がまあ3万この値段じゃないですか、お高いですよね、なんでこれで6000円でこの引き目が倍になるっていうと、僕は全然ありだなっていうふうに思ったし、夏美店長にも今日はそう感じてもらえたんじゃないかなって思ってるんです、勝手に。はい、どう思います？あの、見た時は500円って言ってましたけど、6000円の価値だって見た目が分かんない。確かに確かに。コマンダンテを愛用されている方は、もう絶対買った方がいいと思う、けど手引き見るを悩まれていて、コマンダンテかそうじゃないやつかで悩まれている方にとっては、別の方の手引き見るの方でもっと性能がいいのもあるよねって思ってしまう、だし、あとコスパですよね、一番はね。で、正直ハンドドリップでやれるところって、コマンダンテも、まあ、うちだったらタイムモアとか、あとワンゼットプレッソとかも、そこのエリアってそこまで変わんないんですよ、で、エスプレッソ強いのはワンゼットプレッソで、タイムモアだったら、やっぱ X はエスプレッソ強いんですよ、みたいな住み分けははっきり言われます、で、コマンダンテはオールマイティにできるけど、じゃあこのエリアを他のミルができないのかっていうとできちゃうんで、まあ、そのあたりはコストパフォーマンスと持った時の満足感、これでのチョイスになったらいいんじゃないかなと思います、はい、久しぶりにコマンダンテ引っ張り出しましたけど、僕は結構今回見直しましたね。レッドクリックが入ることによってやっぱりかなり細かい調整が効くので、一気に幅は広がるなっていう楽しみはありました。ただ皆さん一つ忘れてることがありますよ。レッドクリック6000円でしょ、あと1000円出せば C2 買えるんですよと思うと、やっぱり入門機として C2 とか C2MAX とか1万円切ってますからね、あのあたりで試してゆくゆくコマンダンテにっていうのは僕はなしじゃないんじゃないかなと、こ
このレッドクリックが僕認識したことによって、うん、いずれコマンダンテにっていうものに対して、まあ別にそれもいいんじゃないかなっていうふうに、コマンダンテたるゆえんがレッドクリックを入れることによって僕は見つけることができたかなと思います。はい。コマンダンテを持つ人、買いたい人っていうのは、うん、機能性はまずもちろんあるけれども、うん、それよりもこうやっぱり手引きメルといえばコマンダンテだよねみたいな、うんうん、そこが満たされるっていうところがすごくあるんじゃないかな。決してね悪いことじゃないです。やっぱ、うん、いつかはコマンダンテみたいなものだったり、そう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 、コマンダンテが欲しいから頑張ろうとか、うん、すごくコマンダンテを待つ時間も未だに長いんですよ、うん、ボンタインさんも輸入はコンスタントにしてるんですけど、うん、やっぱり待ち時間は長いと、うんいうところで、それを手にした時の喜びっていうのは、うん、やっぱ買い難いものはあります、はいね、性能が一番とかそういうのではなくて、うんうん、やっぱりコマンダンテを持つことの意味っていう、はい、そこの満足度、はい、うん、というとこ、ね、そこだと思うな。でコマンダンテクラストコーヒー扱うんですかっていつも聞かれるんですけど、うん、とりあえず扱わないですですね、まあ、入ってくる本数もね少ないし、いろんなところの窓口で売ってるんですね。はい、はい、ですのでこれ本当に緊急で入ってくるみたいで、へ、今予約取ってないところがほとんどなんですよ。でボンタインさんは予約を取ってます。なので、まあ、あの概要欄に貼っとくんでそちらの方を見ていただけたらなと思うんですけど、うん、取扱店ボンタインさんが卸してる先っていうのは、うん、本当に今ゲリラストックするので、うん、情報を見て欲しいっていう人はその予約するのも一個手ですけど、ゲリラストックを待つっていうのも手ですね、うん、で去年は2回輸入があったそうです。2回、はい、だけだけです。で今年は今1回目の輸入がありました。コマンダンテを買うときはレッドクリックは僕はおすすめできます。でレッドクリックまだポロポロ見るんですよ、うん、いろんなところの取り扱いでレッドクリックの在庫があるところはあるので、もし今コマンダンテ持たれてて試してみようっていう方がいらっしゃいましたら今がチャンス。コマンダンテレッドクリック編でした、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。そして来週なんですけど、はい、気にならないですか、コマンダンテの純正の24クリックと25クリックのはずですよね、うん、これ本当に一緒なのって話じゃないですか。純正の24と25、レッドクリックの48と50、一緒ってコマンダンテさんが言ってるんでしょ。ただやっぱやってみないとねっていうところで、来週は純正のコマンダンテの24と48、それから25と50を比較していこうと思います。違ったらどうする。そこよ。で1台でやるのがめっちゃ大変なんですよ。そうなんですか。だって組み替えて、あー、なんで別にいいんじゃない。もう1台買いました。最悪意味が分かんない。でコマンダンテのこれマーク4なんですよ。今使ってるのマーク3なんですよ、うん、でマイナーアップデートされてます、うん、でマーク3とマーク4がどう違うのかっていうところも踏まえて次の動画ではやっていきたいと思います。4、マーク3、マーク4今両方出てるんですよ。どっち買えばいいのかなって悩んでる方はぜひチャンネル登録をして来週の配信をお待ちください。ここでは買えないですけど、マーク3とマーク4の違いとレッドクリックと純正の違いっていうのを次の動画、うん、来週の動画ですね、はい、では迫っていきたいと思います、はい、ちゃんとしたルートで買いました。最後にお伝えしておきます。コマンダンテマーク3、マーク4で価格の変更がありました、うん、で価格がこんな感じです。でこれ以上の値段で売られてるものに関しては転売になります。で転売のものを買うとその後の保証、壊れた時、精密機械なので、これはぜひ純正で正規輸入品で買ってもらうのが一番だと思います。で買えるところはリンクで貼ってますので、そちらの方からチェックした方がいいと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。暮らしとコーヒーの動画、はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またインスタグラム、ツイッター、TikTok など SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。僕今絶対夏目店長間違えると思った。さすがですね。大丈夫です。 TikTok 始めました、はいはい、暮らしとコーヒーの TikTok という名前で検索していただくと夏目店長が踊ってます。あと1分間レシピとか簡単な動画っていうのは TikTok にどんどん載せていくので、はい、ぜひこれを機会に TikTok を始めていただいて登録フォローの方よろしくお願いいたします。では今週日曜日ですね、はい、何をやるか簡単に教えてもらっていいですか。はい、今週日曜日は新しく出たアバカフィルタープラスについていろいろ検証してみたいと思います。はい、明日撮影します。はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。
また日曜日に。